こんにちは。みんなね、盛んに、尻尾フリフリ、お耳ピクピクして、虫をね、追い払っているんですよ。これ、ヤギにとってもストレスですよね、すごくね。なのでね、今日は雨は降ってこないみたいですけれども、もうね、この人たちも、うざいよって感じになってるので、小屋に入れたいと思います。ね、クローバーがいっぱい咲いてるでしょ？でね、この子たちはね、クローバーが好きというわけではなくて、クローバーの間から生えているイネ科の草が好きなんです。クローバーは、マメ科なのでね、食べすぎるとお腹が膨れちゃう個長症になっちゃうんですって。じゃあ、これからお家帰ろうね。